どうもダイナスケです。今回もシャドーバースグランプリに向けていきたいなっていうふうに思います。でドラゴン使って2勝しかできなかったんですよね。悔しいな、もうこれリベンジしようってことだな。いやけどな、もうドラゴン散々使ったから。でロイヤルまだ使ってないけど、ネクロマンサーも1回使ったけど、ロイヤル超弱いんだよな。何して遊ぶ？ビショップ使いたいんですけど。なるほど、これはワイトスパー生活もして、生活させていいじゃん。なるほど、これはアイシャと対応。アイシャって使いにくくなかったっけ。そうだよ、台湾の里ってルナの EP 回復ね。これはマスカレードホテル、デッドソウルテイカシャオ。あーそういう、相性がいい。うわー、クリストフ欲しい。けどハリスいらないんだよな。ゴースト系のカード、台湾ですね。そうだ、黒騎士の騎士、さっきはデスサイザーなんだって。これはゼルガネイヤデスサイズハウンド、ボンド、エンネア、エンネアだけどデスサイズハウンドだって。これはトートです。セレス、絆の狂心、絆の狂心は強いぞ。リーダー回復もあるし、スカルトリーマ狂心、ベロスティッカマンション狂心、アーベルエンジェル、視点同時、難しい。カゲロウ行こう。ラストワードが過ぎた。ハイドラ。これウーラマス。いやー、ミルティア、ウーラマス。ミル、ウーラマス。あー、トリニティモンスターズ。トリモンゲットだぜ、したいな。応募の向こうもめっちゃ強いんだよな。レジェンダリースケルトンも強いし、フギー&モミンがちょっと弱いんだよな。応募のミクロジェンティーモンスターズのミクロマス15勝機っていうのが結構もたいしだから、早々しまくって生活のしていたスピードもいいし、デスサイズハウンドで盤面処理してもいいし、 EP 回復があるかちょこちょこあるから、バイブカハンも EP3 回使って、あとトート案件に入れて、クリストフがいないのが残念だけど、デスグリーンがめっちゃ強いよな。だから、コントロールしてマスカレードゴーストもしくはハイドラで相手倒す戦略でいきましょう。よっしゃ、ネクロマンサー。いやー、さっきドラゴン全然勝てなかったんだよな。悔しいな。強いのいいな、ドラゴン。ドラゴンさん、大亀の長老、さあやってやるぞ。お相手氏はヌネス。消滅が多いから嫌いなんだよ。ヌネス、パパ、ママ、ルナを守ってね。ヌメス、ヌメス、心の意味をあなたは知ってる。ここについて、ここについて、お、いいじゃん。さあ、バカです。よろしくね。スカルドリーマー出してますよね。スカルドリーマー、叶えたい夢があるはずだ。あなたを教えて。行きたいけど、ちょっと行きたいけど。ブースタースターゲイザー、星の先へ。そうですよね、次こそ金を。サイハンド、これはもうブルゲロス。定めるユートン、明快の門、一回でやるわ。僕の突きつけて応援して、僕らがブルゲロスのことをやってて大勝利する。アストロインズがランナーをアストロ使ってきたってことは、処理費は必要になる。お、処理がないじゃん。
っしゃ。なんだろう、ウーダマス、ウーダマスぶちかましたよ。武器奔放、神らしいだろ。やばいやばい、燃え散りなさい。まあ生活の指定程度に来ちゃうか。漫画プレッシュ5回目、7回目、9回目か。そっか、そしたらもうこれさっさと捨てた方がいい。そうですね、希望に満ちた明日のために。何の興味のとか言ってた。なんか踊って、悲劇はもう二度とない。つまんない。どうでもいい。今の環境でいいカードってくれよ。おっ、いいじゃん。そいつ相手の進化後フォロワー、そしてコストゴージのフォロワー一体高い。お前の去り際は何だった。いたしかたなし、退路なし。ルナ進化でちょっとぐらい進化で、ひどいこと、ルナだってガボッとやろわ。生物の普通に出せそうですね。わかんない。次デスサイズカウント出して、あ、今日カゲロ、カゲロのせいでネクロマンスしようか。終わりにする。あっ、あっ、ここまで。たまえ我が輩の発明。これサイズハウンドは使えないとして、負け負け、許さにくい。ネクロテンプテーションで、
これデスサイズハンド出したら終わりみたいな。強っ。ラスバックスキャンでパスグラミスに強すぎだろ。あのアーティファクトを使うだろ。バッキバッキ。やめなわ。でも大丈夫。大丈夫、デスサイズハンドで遺伝子リョーク、すべてを刈り取る。無類負けたのに、デスサイズハンドで容易に、容易に、安易にネクロマンスを持っていくのが全体的に。はい、勝った勝った。よかった。よっしゃ、ネメシスに勝てたぞ。結構時間が、まあまあ、良かったか、先行だったし、バンバン相手の顔面に攻めれるカードだったし、ケドベロスにスカルドリーマーのバイク乗ってて顔面に殴れたっていうのは結構大きかったし、運だな。まぐれだからあんまり調子乗らないようにしとこう。スペルブーストのやつだったな。パパ、ママ、ルナを守ってね。占いましょう。未来を、明日を。スペルブーストファンド。記憶の奇跡つけたいね。お、ルナ、いいじゃん。ルナから行きましょう。ルナね、もうやるし楽しいだけじゃないよ。ウーダのさ、ケルベロスで捨てたくないな。残しに行ったんだ。適当に。なんか想像しやすいカードかな。生活の指定あたり。なんでもいいな、ジャポカード。想像して、ケルベロス出して。お、いいじゃん。定めるユーコン、冥界の門。叶えたい夢があるはずだ。次は記憶の記憶をつけて、ルナの人形と見に。お、もう一回使えるんですか。ありがとうございます。日本だりつけるとは。ユーコン、冥界の門。栄えある死を。ちょっとここラストワードを見たいんで。耳出してもよかったかな。なんだ、あの画面攻撃しなくてよかった。燃え散りなさい。こう、引っ掻いてやるわ。出したい気持ちもあるけど。一緒だもん。最近西の輝きをグルグルされてるかな。うわー、大勝利。どうですか。ひどいこと嫌だもん。うん、使ってもな。ルナだって、ジャポンだ。うまかけろ。いたしかたなし、退路なし。うん、ハンデやるわ。そうか、さすがに無視できないんだな。無視してくれてもいいんですけど。五行の極み。まだ止まってないですよ。拝んで消えな。余裕を届けましょう。身の程を教えてやる。
後半でしたか。ボーンドミネバー、その点か。テンプテーションで奪って、不気奔放、神らしいだろう。くどい、無惨しろ。待ってやるわ。ルナと遊ぼう。ここで終わりは、ガブッとやるわ。次、パケルスと妖怪のハンドを使うを合わせて、何ダメージ与えられる。10秒を始めるぜ。三方展開、準備よし。あとこの影、影炉も。ここまで、知る。真実だけで十分さ。いっぱい出してきた。どうでもいい。やめろ。私が導きます。どうせお前も嘘なんだろう。そしたら、サイズ半分で。イネシリョーク、すべてを借りと任務。聞こえるのに。バスで、ね、さあ、でサイズ半分強っ。アグロメイドだけど、相手虹の輝きをプレゼルスを戻してくれたから運が良かっただけであって、今回の戦いまぐれだな。まあまあまあ。とりあえず2勝は2勝だ。よしとしておきましょう。なんか今までさっきからドラゴンとかあのエルフとか使って全然勝てなかったけど、なんかネクロマンサーはサクサクと勝ててますね、運がいいことに。よいしょっぽか。消滅が多いな、嫌だな。嫌だな。パパ、ママ、ルナを守ってね。よしとしましょう。光があなたを導くでしょう。ルナ、返す。お、聖罰もして、ケルベロスで吹っ飛ばすためだけに生まれたカード、これはありがたい。台湾の沙汰か。ルナね、もうこれしかない。寂しいだけじゃないよ。まあもうちょっとアドレスか。詰まる時はない。なるほど、致し方なし。ガブッとやろう。態度なし。燃え散りなさい。これはもう叩く。レジェンダリーつけてたの。このくなりを鳴らして、裁かれるとは幸福である。仕方ないもん。お、コートいるな。
生じゃない。参るがいいよ。栄えある死を。水圧をして。水圧をしてやるわよな。ターンでやるわ。魂の一刀を使ってんじゃん。我が聖堂。これはこれは。ここで盤面の人が。あ、なんかあのユニコーン、自爆というか爆弾。苦痛に抗い、希望せよ。奇跡を見な。嫌だな。やぼった、行くな。ねえ、今度も、ついてきな。やだ、行くわ。処理できない。バケバケお、これ近畿の復活、近畿の復活強いぞ。いやーけどここはさすがに動きなかったから、オーブンブル置いておいて、いやけどな、隠された財宝でドローしたらいいかな。笑顔に勝る薬なし。ナルキン、回復するんだ、強いな。いい、終わりの気になり。ディノスの隠れ家。捧げる。怖いよ。ナメクだ。来い。ダメ。絶対時間で飛ばして。イデシリョーク、すべてを刈り取る。もうやだ。これか。これ、ウーラの差を追い詰める。願いを叫べ、何時の言葉で。お前の去り際、絶望になど。最初はデラストワードつけた。交換案件のマスで、まだ入らない。水罰の指定、水罰の指定、次出したいな。言うだけで強い。ここは生活の指定かな、場持ちがいいから。
盤面にダメージを与えてくれて、福音を、これが聖なる鎧か。もう大丈夫です。どうだった、決まりすぎた。我の死活を望んだか。ボタンを入れるためのチェックが出しておいてるんだけど、まあ、今悔やんでもしょうがない。我は何度でも人生デッサイズハンドを出して、イネシリョーク全てを刈り取る。神らしいだろ。アケロス、アケロンどこか。致し方なし、退路なし。迷いども進むまで。決めます。我が剣は他がために。どうでもいい。ここで相談金を、一気お互いの心から、お互いに削らないように削らないように。トートだな、トートにさえ入れば。苦痛に抗い希望せよ。みたいなやつか。マジっすか、これ我の復活を望んだ。狙いの門、汝の希望、すなわち我なり。負け負け。6以上のダメージは5になる。打っとくか。嬉しい。でも多少ダメージ受けてもゼルダニア案件に出たかったから。これでホーリーセイバーとかいたら相手出すの渋ったんじゃない。いいですよ、どのやつらがお亡くなりになってくれたらトート案件入る。トート案件入ったら絶望になると。願いを叫べ、何時の言葉で。インテリアで帝国の、帝国の聖なるもの、今、天の刃を掲げん。ついて警戒じゃん。うわっ、おやつガンドナイトウィルバート、懐かしいな。福音をアンベルトで横を出して、これが本当の私。どうする、ゼルダニア案件に入らないですか。
我は何度でも自分の頃忘れて回復するんだけど、あ、そうか、見てるやつに回復する。てか、どっちも顔面に攻撃してから、つまんない。我が意志によって外部化派、外部化派は…ダボっていくわ。とりあえずぶつかりますよ。怖いよ。絶望になる。そこダメージ食らわないのか。そうそう、ヒエログリフは全て。これボーンドミネーちゃん出すか。他に選択しないよな。この一つも私のもんだし。僕を生かし金が欲しい。やだよ。我が手のひらより創世は来たり。一世果てなり。創世を見よ。怖いよ。払われました。ルナね、もう寂しいだけじゃないよ。一緒だよ。バイブカハから EP、 バイブカハのスクリーンも使えない。神に疑うところなし、なり。毎ターン進化切れるの、それは強いな。進化切らない。弱者の叫びに鉄火で報い。これはデスブリンガーを出すのか。いや、これイデシリョーク、すべてを刈り取る。せめて踊る、不滅と共に。
屈指をまとえ。負け負け。許さない。屈指をまとえ。見せてあげる。肉肉。これで一体でもそうですから相手にダメージが。カビモイカビモイ。じゃないとしたらもうデスブリンガーで粘るしかない。めっちゃ回復して自分で処理されたらデスブリンガーで粘るしかない。どうだ、さすがに4点出ないだろ。いや、デスサイズハウンドマジでめっちゃ強いな。あなたがいないと勝てません。どうでしょう、どうでしょう、そのミス。そんな大丈夫です。勝負か。私の負けです。よっしゃー、よっしゃー。いや、これ激アツ。いや、絶対負けたと思った。相手にジラジラ動かないで。はーい、勝った勝った。なんかネクロマンサーは不遇のリーダーというかオールスターティックだと弱いみたいな。ネットの下馬評を覆してやっぱダイノスケのプレイングが光ったな。勝ったらめちゃくちゃ喋るけど。いやー、よかった。ザマミやがれ。まあ5連勝してやるぞ。めちゃくちゃ危なかったな。ネメシスにも勝ったし、ビショップにも勝ったし、ヴァンパイアいいよ。ヴァンパイア勝ってやる。パパ、ママ、ルナを守ってね。覚悟はできてるってことだよ。いいね、いいね。まあ、これだよ。落としとくか。あ、一度いらないカードか。よろしくね。返してよかったかな。少しで動けるカード。赤い口づけ。フランパターン。フランパティーだ。挨拶返してくれないの。レジじゃないと決まってない。砂の教師。次はパキルスで、その雑魚カードを処理して。絆の教師で回復できるって言わない。闇が命ずる。初段カウントに怖いよ。4番稼いだ。負け負け。許さない。憎い。最高だ。あと2勝負ケルベロスを出して絆の昇進で出せる。ユニコポ確かに。態度なし。我が定め。
連撃で憎い。燃え散りなさい。おしまい落ちよし。運を捨てたら、てかエイミーを捨てるか。いや、エイミーが津波と冷たいって言ったら、レイコンどもついてきな。でこれで次のターン、傷を残してもらう。いるわけですね。貴様に教習のリアニメイト1で、あのなんだっけ、ここが出てくるからさらに回復できると。クロマンスを結構使ってしまうっていうのは何点だけど、背徳のステージ開幕。強っ。痛い バイスソードハンターで始末して、今その方法もあるな。その調子に何が出るか、4ミート4ミート何だろう、その強いカードいたっけ。お前の去り際何だっけ。絶対にやるわルナね。もう寂しいだけじゃないよ、一緒だもん。いやけど絆の強制にやっておくべきだったか。確実にそこが出る状態にしておいたのにな。せっかくお膳立てしたのにな。これ何やってんだろう。そう、闇が命ずる。夜も闇も全部従いなさい。進化しろ。闇はね、バンピーちゃんの味方。ケント君、あーして、いい子にね、いい子にね、よくよかった。嬉しい。負けちゃった。リベルテ、ゲーム得意です。ゲーム振るのライブ。さすがにこれは負けちゃったけど楽しかったな。強いし、絆の共振のタイミング絶対ミスった。いや、ネクロリアルメイト4で出てくるやつが何もいないからっていう気にさせちゃったな。リッチを用意しておかないと絆の共振弱いな。あとは、なんだっけ、ディスサイズハンドか。それはいい。ヴァンパイア相手だからもっとライフのケアをしておくべきだったもんな。
反省反省。とりあえず次の最終戦行きましょう。4勝したら次の試合を見てくれ。相手ヴァンパイア。じゃあリベンジ。パパ、ママ、ルナを守ってね。伊達や水郷、大いに結構。記憶の奇跡は回復だから、ドローンできる。よろしくね。いや、ただ相手どんどん強くなってくる。赤い口づけ。マジで負け負け許さぬ肉最高だ。金色の夜落ちよ不可解に不可解に落ちよ痛い負け。こいつここまで負け負け許さにくい。さあカルドリーム、トリプルフスで、デスグリンガーが一番いらないから、ガッシュから強いんだよね。定めるユーコン冥界の門。だから台湾の方を使うこと考えたら、スプリンが一番いらないカードを捨てなくてよかった。闇夜の宴に父親は踊る。知りなし契約執行。次こそ金を。怖いよ痛い。受け入れましょう。これデスサイズハンド。いやーステンボージも行きたいけどね。全てを刈り取り判定やるわ。いやハイドラやってきたけど、交換案件出てる意味あるのかな。私のおもちゃ、大事なおもちゃ。そうか、そう、ああ、そうか。その気が。やめろ。ああ、けど、ああいうつもり。忘れるな。思ったら、これ普通通り。四つ字で鬼と出くわすぜ。晴れて楽しき首落とし。
いい意味で殴る方法もあるけど。レイコンドモン、ついてきな。そいつそいつ、あなただよ、ミミ。想像通りね。バーニリオンバイト。悪しき旋律を従え。うまいよ。お。ゼルダのネッサンが来たのは偉い。我が手のひらより創世は来たり。なんじゃと。許さにくい。ライブカフェがいるんだから。ルナと遊ぼう。バケバケバケ。光輝き消えうせ世界は目黒。もうハイドラ出すしかそれくらいなくな。従え。痛い。聖罰の指定でも可能な罠の指定。ハイドラ。口が消しが呼んでおる。これで一回ヘドラが出てくるでしょ。闇を拒むか。フォワードカウントをいっぱい進めるか。夜も闇も全部従いなさい。死んじゃう。うわ、撃った、燃えた。ごめん。バカめ。勝負忘れたな。闇はね、ピーちゃんの味方。ケント君、あーして。いい子になりたい。痛い。ハイドラを処理しない。光る輝き消えうせ。うん、いいよ。勘弁してよ。処理できないか。相当案件まであとちょっとなんだけどな。許さない。入ったから何か。負け。ヒエログリフのすべて。見せてあげる。我が血、イシェドの羽。忘れるのかれ。負け負け。許さにくい。また今度ね。傷だらけの伝説に包容を。断層の加護。そこに当たっちゃいますか。憎い。さすがに8ダメージ出るよね、相手。もし生き残ってたら。吊るして入れ。根こそぎいただく。尻なんし。言わ
渡す獣、すべてが獲物。パンチパンチ。死なず終われず、永遠に続く。そう。負けちゃったけど、楽しかったな。楽しくねえよ。負けちゃったし楽しくねえよ。ああ負けちゃった。まあネクロマンサーにしたら検討した方じゃない。最初3回勝ってたし。ということで今回はこの辺で終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。60か。